M325 ヌンヌンコマンドカーはイスラエルで開発、運用された軍用車両である。M325 はイスラエルのオートモーティブインダストリーズ社によってダッチパワーワゴンをベースに開発された四輪駆動の中型軍用車である。1970年から1993年までイスラエル国防軍によって使用された。イスラエル軍では以前からダッチウェポンキャリア、 およびダッチパワーワゴンを使用しており、これらの後継車両として開発されたものである。ヘブライ語で、ウェポンキャリアを表す、言葉の頭文字から、ヌンヌンというニックネームが付けられている。エイル社では、M325 を開発する前から、ダッチ M601 パワーワゴンのライセンス生産を手掛けており、イスラエル軍に車両を供給していた。九百七十年に、これまで使用していた。 ダッチパワーワゴン、ダッチウェポンキャリアを更新するため、M325 が開発された。この車両は、ダッチ M601 のシャーシに、クライスラーのエンジンを搭載し、エイル車線の車体を乗せたものであった。初期に生産されたモデルは、フロントグリルの格子が縦方向で円形のヘッドランプを持っており、後期に生産されたモデルでは、フロントグリルの格子が横方向になり、 ヘッドランプは長方形の形状になっている。また、後期モデルでは、ディスクブレーキや、パワーステアリング、ウィンチの追加装備などのアップグレードが行われている。M325 ヌンヌンは、1970年から、イスラエル軍への装備が開始されたため、1973年の第四次中東戦争、及び1970年代 -80 年代に、 かけてのレバノン南部を舞台にした紛争で使用されている。また、M325 は、レバノン内戦時のイスラエルの有効勢力である南レバノン軍にも供与されており、2000年に同軍が崩壊した後は、装備を接収したレバノン国軍が使用している。M325 は1993年に前線装備から外され、後継として同じエイル射精の M462 アビールが配備され、使用されている。ただし、イスラエル軍で M325 と同年代に使用されていた小型軍用車の M151 が、それよりやや大型のハンビーに更新されたため、従来の M325 の役割の一部はハンビーにも引き継がれていると考えられる。退役した M325 は民間に払い下げられ、 現在もイスラエル国内などでその姿を見ることができる。また、M325 は南米やアフリカなどの数カ国に輸出され、軍用車両として使用されている。ありがとうございます。